決まる効果力、お互いもうちょっと掴んだ方が勝ちみたいな、掴んだ、そう、掴め通り、そう、この勝負、掴んだ方が勝ちます、掴んだ方が勝ちです、断言です、断言です。ダメ、スカシちゃんはちゃんとコンビニ入れ、10倍でしっかり差し返す、やってやって、これはスタンチが少しずつ溜まってるので、ダメ、さあここから早尾のターン、ダメか、まだありますけれども、やっぱり見せます、この男中足でしょ、ワンギガスでバフがかかります。カラクさん、トメイル、はい、あ、もう大でしょう、はい、大とさ決めて決まる、さあ、お互いの持ち味が出たファーストラウンド、あれを大で出せるのが富永さん、大で出せるのが富永ですね、みんな信じてたから、これ大でしょって大か、うん、まあそうだよね、富にあんなところで賞出さないと賞出しても勝てないからね、続かないですからね、そうそうそう、台で当たったら終わりなんで、終わりです、うん、僕はあと、早手当て、さあ土俵にはさすがにできません、これまた早尾ゲージ溜まりました、ね、さあもう少し、誠は根性値があるので、ね、もう少しダメージですよ、誠はぴったり半分欲しいとこですね、まあ、ここでまだ死なないか、うん、ワンチャンドットっすね、体力はの色が変わってからの防御が高いですからね、ああそうそうそう、なことは、じゃあこれでもいきます、さすがに剣だ、ここまで減らさなきゃいけないんだね、おーっとこれは投げて、今暗い判定の話になってきますよ、読みは合ってたんですけどね。